締めたりする音がめっちゃいい音だよっていう共有ですね。これコンシーラーです。最近の動画でよく出てるから。ただこれあんまおすすめしないのが、この開けたり閉めたりすると液が垂れてくるので、わかる？この液体がさ、プツプツってなる申し訳ないけど、だからもう画面も暗めで、なんか全部がボコまかしごまかしの動画なんですけど、でもこれは好きな音ですね本当に。ただ見て見えるかな、これキャップの縁にさちょっと肌色も耐えてきちゃってんだよねこれ。でこれ意外とカバンとか服につくと落ちないので、みんなにはおすすめしません。初日なのに2分くらい遅刻して、はい、でなんか会場まで本当はエレベーターで上がるんですけど、遅刻したから、まあ自分よりも遅かった人もねいたんですけどねちょっと性格悪い言い方になっちゃったんだけど、だからまあいたんですけど、そのタイミングでは待ってる人が自分しかいなくて、その申し訳なかったですなぜかここで謝るっていうね、そうちょっとまあちょっとでも真剣にはやってるんですけど、なんかどうしてもなんかせめておもろ白いものにしてやろうって気持ちが抜けないですね。インターンでなんかこれがなんでしょう、ただのインターンで終わったらちょっとつまんないみたいな、会社のことを知るとか就活有利にするとかにした方がいいんですけど、なんか自分の場合はもうなんか おもろくしてやろうみたいな謎の意思になってしまって、どんぐらいならふざけた発言していいのかなみたいな、そういうそのクソガキみたいな、チャレンジやってる小学生みたいな、そのなんか謎の余裕みたいなのでふざけで、まあ、ニコッと渋谷の方って
自然と真面目は分かったんですよ。もう風格と喋り方で、もう少ししっかりしてるから多分みんな陰性だと思って、で、まあ、実際みんな陰の方だったんですけど、なんかもうその自分遅刻してたから多分みんなはしたんですよ。どこ大学で何年生みたいな。でも自分それ自分だけできてなくて、なんかこう当たり前のように入ってって、ちょっと自分は学部生ですとか名乗るタイミングも見つけ出せなくて、結局すごいなんか舐めたタメ口みたいなの、タメ口と敬語半々ぐらいになって、お昼休憩の時にもうだいぶみんなも馴染んじゃってて、多分アンチも自分のことを陰性だと思ってるからすっごいフラットに来てくれてて、まあ、嬉しかったんですけど、ちょっと隠し通すわけにもいかなくて、まあ、聞かれたりもしたので、あの自分学部ですって言って、あの自分だけずっとその陰性だと思われて会社に行くまでのお金払ってくれるって言われてて、でなんか着いたら請求書みたいなの書いてくださいって言われてたんですけど、なんか自分遅刻してって、なんか隣の人めっちゃあったんですよ。なんか5万円とか書いてあって、うわめっちゃ遠くから来てるやんと思ったんですけど、自分のとこ見たらなくって、それがうわなんか自分サイトとかで登録するの忘れてたかもみたいな。だからもうその最寄り駅その会社の人以外は全員発生するお金のはずなのに、自分だけ0円で、その遅刻してきて、しかもそれもないみたいな、でむちゃむちゃ熱いと思って、笑い話にしようと思って、その自分で自虐みたいな感じで、もう自分登録し忘れちゃいましたみたいに言ったら、それは終わった後にもらえるお金らしくて、宿泊費、移動費じゃなくて宿泊する人のお金だったらしくて、で勘違いしちゃってて、自分だけそれも遅刻してきたから自分だけ気づいてなくて、だからそれもなんかもうでも一人だけ自分就活用のスーツ買うタイミング逃してて、めっちゃ紺色、まあマジでこんぐらいの色の紺色のスーツ着てて、本当にちょっと最悪でしたね。今日は嫌われたかなって思ったんですけど、意外と可愛がってもらいました。まあ多分みんな陰性からしたら、まあ、学部なんて余裕っしょって、雑魚っしょ雑魚っしょみたいな感じで多分遊んでもらえたって感じだと思うんですけど、まあそんな感じのインターン初日でした。これちょっと話すのも面白くなっちゃって関係ない話とか言っちゃったけど、これはね昔から動画によく出てるインクボトルYouTuber になれたわけでもなくて、技術力もね、かつつもないし、まあ、優れた機材だってあるわけじゃないので、まあ、好きなことをやってる趣味としてこういう動画も上げ続けます。まあ、こういうねうまくできないことを後付けで何か自分の生き様のコンセプトかのように言うのが自分はよくやる良くないところの一つですね。自分のまあいいところと言ってもいいのかもしれないんですけど、自分的にはそれで何回痛い目にあったかっていう感じですね。
しね、インターン先で見つけても